沖縄地方は再び台風に警戒が必要です。大型で非常に強い台風25号、現在は沖縄の南の海上を北上しています。4日から5日にかけては沖縄地方に最も接近する見込みで、暴風や高波に厳重に警戒が必要です。さあ、明日から波が高まり、風も強まる予想です。予想されている最大瞬間風速、沖縄地方で45メートル、そして波の高さも11メートルの予想です。危険ですから沿岸部には絶対近寄らないようにしてください。また台風対策は今日のうちに済ませておきましょう。さあ、そしてこの5日にかけても猛烈な風や猛烈なしけは続く見込みです。そして大雨も続く見込みですから、土砂災害や低地の浸水などにも警戒をしてください。台風25号ですが、週末になると東寄りの進路に変えてきます。6日は西日本を中心に大荒れの天気になる恐れがあります。また進路によっては週末から週明け、東日本から北日本でも台風の影響を受ける恐れがあります。まだ予報の幅が大きいため、最新の気象情報を確認してください。